こんにちは、アリサです。キブレーキブレー、本日ブレハン選手が自由契約になってしまいました。いやー、もうちょっと見てもいいんじゃないかなと私ちょっと思ったんですけども、ねえ、まあ途中から加入してきてね、スワローズをね助けてくれましたよね。いや、マジで最初は打つ気配がマジでなくて、大丈夫かこの助っ人と思ってたんですけども、ね、横浜戦にマジマジと強すぎて、1試合で3本のね、ホームランを打った試合、私現地で見てましたけども、4ゲーム差に詰められてね、それでね、やっぱりキブレハン選手の直接対決で突き放すね、ホームランとかがね、活躍っぷりがね、やっぱりヤクルトを優勝へとね、導いてくれたんじゃないかなと思います。いやー、キブレーキブレーキブレー、寂しいね、寂しいね。いやー、ちょっと早いなー。もう一年見てもいいんじゃないかなと私ちょっと思ってたんですけども、どこかしら球団がまあ取ってね、他の球団でまあヤクルトに逆に強いとか言ったら嫌ですけども、まあ活躍ね、してる姿をね、まだまだ見たいなと思ってたんで、どこかしらの球団ね、ちょっと取りに行くのかな、ちょっとわかんないですけども。キブレーキブレー、まあね、内川選手がね、引退した時もね、引退試合の時ですかね、ホームラン打ってね、もうこう、抱き合ってたんですよ。めちゃめちゃもうな、あれ、あのシーンでめちゃめちゃ泣いて、まあ、人柄がね、やっぱり、ね、良かったですよね。二軍でもね、ちゃんと、まあ、しっかりやってきてね、内川選手とか、グッチさんとね、島さんとかと一緒にね、練習して、やっぱ最高のね、送り出しというか、最高のホームランでしたよね、あれは。まあ、キブレハンさんはね、サンタナ選手がね、怪我でね、離脱してた時に来てくれた助っ人さんなんですけども、やっぱりね、最初はもう、ね、スタメンとか入ったら、まあ、ネタですけど、大丈夫かとかね、まあ、正直思ってたことがね、ありまして、後半ね、すごい良くて、率とか成績とか見てもね、全然、切られる感じはね、なかったんですけども。だから来シーズンもね、私見れると思ってたんですよね。だからね、来年は、まあ、タオルとかね、まあ、いろいろグッズを買おうかなって思ってた頃だったんですけども。寂しいね。サンタナがおらんくなった時に、まあ、助けてくれてね。最強の助っ人だったんじゃないかなと思います。横浜戦がね、めちゃめちゃ強かったんですよ。横浜戦だけで6本中5本がホームランかな？そう、横浜戦が5本ホームランなんですよね。まあね、まだパリーグとね、まだオリックスとしかね、パリーグは戦ったことないんですけども、やっぱりスタメンとかでしたら嬉しいしね。やっぱパリーグと、まあこれからね、交流戦が来年あると思うんですけども、それでね、ちょっと DH 制とかもね、あると思うんで、やっぱりなんか、ヤクルトはこれから投手、外国人助っ人の投手2人と野手1人、を、まあ、取るのかなって感じなんですけども。野手やったら、キブレハンもう一年、ちょっと見てほしかったな。キブレハンさんはね、開幕からはね、いなかったんで、途中から8月くらいですかね。それぐらいからなんですけども。開幕から見てね、それでもあかんかったらね、こう、まあ、なるのは仕方ないかなと思うんですけども。やっぱ途中から来てね、慣れない環境で、よく、ここまでね、成績を残してヤクルトにね、貢献してくれて、もうね、縁の下の力持ちですよ、本当に。いや、やっぱりキブレハンさんがね、いなかったら、横浜と4ゲーム差でキブレハンさんがね、直接対決でね、しっかりと活躍をね、見せてくれて、そのおかげでね、ヤクルトは優勝できたんじゃないかなと思うし、日本シリーズもね、進めたんじゃないかなと。思います、私は。二軍でね、練習積み重ねたとかじゃなくてね、ぶっつけ本番でも一軍でね、出て、まあね、難しかったと思うんですよね。でもね、めちゃめちゃ頑張ってくれたよね。ありがとう、キブレハン。
最近ですね、まあオフシーズンは仕方ないことだと思うんですけどもね、辛いことが積み重なって私結構ね、しんどいんですけども、暴飲暴食してやばいんですけども、ね。まあね、もうちょっと日本で見たかったかな。どこかしらのね、球団、まあ日本のね、球団がね、拾って、まあもう一回ね、日本で活躍姿をね、まあ見たいなと思うんでね。まあね、どこかしらのね、日本の球団に所属というか、まあ、入ったらね、私、本当にね、全力で応援しますしね、それはもちろんなんですけども。やっぱりまだまだね、日本でね、見たいなと私思ってるんでね。どこか、ちょっと拾ってくれないかな。まあ、ヤクルト戦ではね、ちょっとヤクルトキラーにはならないでほしいんですけども、絶対に。はい。まあでもちょっとね、寂しいな、ちょっと帰国してね、そのままバイバイってなっちゃうとね、やっぱり、寂しさが倍増ですよね、本当に。どこかしらね、パリーグでも、まあシリーグでもね、まあ、どこかしらにね、日本の球団に所属して活躍する姿をね、見たいなと思います。ファン感はですね、外国人選手がね、出席しないんですけども、ちょっと私ね、一つ提案がございます。ちょっとリモートでね、電話とか、動画というか、それをね、お願いして、それでね、まあ、通訳の方は、まあ、球場にね、一人、まあ、二人やら、まあ、そのね、専属の、通訳の方がね、まあ、出席して、それをね、ちょっとつなげていただくという企画はどうでしょうか。まあ、それならね、キボレハンさんにもね、私たちはまあ喋れないかもしれないですけども、パトリック・ユーさんですかね、感謝の言葉とかをね、伝えてくれるんじゃないかなと私、思ってるんで、ぜひ、この企画、よろしくお願いします。今はですね、コロナがね、まだ流行ってますけども、このご時世ね、やっぱり外国からね、日本に来てくれるだけで本当にありがたいですよね。やっぱり日本に来るってことはね、結構デメリットというか、ちょっとね、クビになった時のあれがありますけども、それをね、背負ってまでね、やっぱり日本にね、来てくれたことが本当にね、ありがたいことだなと思います。じゃあ、最後に応援歌歌いますか？歌いますか？歌おうか。新たな風吹かし栄光を掴むんだ。みなぎる熱い闘志さあ共に戦おう。ゴーゴーレッツゴーキブレー、ありがとうパトリックキブレー、またどこかで活躍する姿を楽しみにしてます。本当にありがとうございました。以上、アリサでした。バイバーイ。